はい、川田です。本日は麺丼ゆりんさんにお邪魔しております。今日も、デカ盛りチャレンジということで、前回、半物の、全メニュー制覇をしたいということで、冒頭でもお伝えしたんですが、今日は8キロをやる予定だったんですけど、今日はちょっとトレーニング、本当ガチなトレーニングをやらさせていただくことになりまして、やっぱりやるからにはやっぱあのトレーニングなので、自分の限界値を近いレベルでやらないと意味ないなと思うので、今日は8キロではなく9キロ、9キロチャレンジでやりたいと思います。で、内容なんですけど、唐揚げ親子丼にしました。唐揚げ親子丼で、9キロ。大体ベースが米 5.5 の具が 3.5 っていう感じのベースでやっていきたいと思います。で、今日は制限時間を設けずにあのカウントアップ、完食できるまで、ひたすら食べ続けるという感じで今日はやっていきたいと思います。では今日はかなり閲覧注意の動画となっておりますが、本日もよろしくお願いいたします。はい、というわけで、料理の、準備ができたということで、ぴったり9キロ、5.5 の、具が 3.5 という感じで、今日は、やっていきたいと思います。では、ではいただきます。頑張って。ありがとうございます。よろしくお願いします。
こんにちは。お喋れますか？オッケーさん、はい、大丈夫ですか？